Spinner。アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト、アジナ副音声ボイスオブフード第128回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。今日はですね、最近私が非常に自炊的な面でお世話になっているとある本がありまして、それが新しい家中華っていうレシピ本なんですけれども、なんとその著者である中華料理愛好家の首藤さんをお迎えしております。首藤さん、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。首藤さん来てくれた。歓喜。ありがとうございます。ちょっとまずは首藤さんのプロフィール紹介させていただきます。初中国で本場の中華料理に見入られてから四半世紀以上、本場でした手軽に作れる本格中華料理レシピを紹介するノート、おうちで中華マガジンは発行部数1万部超え、10月19日に初レシピ本新しい家中華を発売、発売即第4釣り。はい、うわ、4釣りはすごいですね。声が消え、ウィスパーな感じで、いやいやいやウィスパーになってしまう謙虚さを感じていますが、自分自身も信じられない感じで、もうありがたい限りです。いやー、すごいですよね。だって発売前重版という夢の言葉も、はい、飛び出すほどに話題沸騰中ということで、ドラマで見た単語だと思いながら。わかります、はい、もう出版人全員憧れの言葉がね、もう舞いながら今4釣りということで、本当におめでとうございます。ありがとうございます。あの、今週はぜひちょっとこの新しい家中華とは一体どういう本なのかっていうところに迫る回で、あの、やっていきたいなというふうに思ってるんですけれども、まずこの新しい家中華、こちらの本っていうのはどういうコンセプトっていうふうに。そうですね、うん、まあ、もともと若い頃に中華料理にまあハマってしまって、うん、そこからまあ20数年中国各地を旅歩いてきたんですけど、うん、まあ、それで出会った中国各地の料理の中から、うん、とはいえ日本のスーパーでも気軽に手に入る食材で、うん、まあ、特別な調味料とか調理器具を一切使わずに作れる、うん、まあ、簡単で美味しい料理を78個集めましたというのが基本のコンセプトです。なるほど、はい、そこにおいてのその新しさっていうところにはどんな思いを込められたんですか。そうですね、なんか日本での中華料理に対するイメージって、うん、まあ、すごいこってりしているとか、うん、材料や調味料が多いとか、うん、まあ、なんか作るの難しそうとか、まあ、いろいろ、まあ、ハードルが高そうな印象があると思うんですけれども、うん、まあ、どうもそういうもんばっかりじゃないんだよなって思いが昔からありまして、まあ、だから今回は簡単に作れて毎日でも食べられる、これまでの中華料理に対するイメージを裏切る、あまり日本でも知られてない料理という意味で、まあ、新しい家中華と名付けた。じゃあ新しいは実は新しくない普遍的な中国の家庭料理みたいなイメージ。おっしゃる通りで、これ中国人の人が見たら何一つ新しくない。全部そこら辺にある普通の料理みたいな。あ、なるほど。でも例えばこれまでもその家中華みたいな、あの、私読み方が分かんないんですけど、家上菜みたいな、家に常に菜、じゃあちゃん菜っていう、おじゃあちゃん菜が、はい、あのね、並ぶレシピ本ですみたいなこととかはあったりしたけれども、うん、ここまでなんかこのコンセプトとして切り込んでいる、例えばその私がすごく驚いたのが、鶏ガラスープ、オイスターソース、豆板醤全部いりませんみたいなとかも、その家の中華だよと言いつつ
つ結構まあそういう豆板醤の要素とかも入ってたりとかっていうのもあるわけじゃないですか、はい、なんかそこをこうかなりエッジを効かせたみたいなところはポイントだったのかなと思っていて、そうですね、そこは結構意識的にやってまして、うん、まず作ってみたいと作りやすそうと思ってもらいたいなっていうのがあってですね、で特にそのオイスターソースとか豆板醤について言うと、うん、日本だとなんとなく中華には必須調味料みたいに思われがちですけれども、うん、まあ、中国全体で見るとそれらを使う地域って一部に偏っていて、うん、その中でもそれらがないと作れない料理ってさらに一部なんですよ。そっか、はい、だからまあ今回はそういう料理じゃなく使えなくても作れる料理をそのまま持ってきましたっていう、なるほど、そういう感じです、ね、じゃなくても作れる料理こんなたくさんあるけど全然紹介されてないよっていう、うん、ところを切り取って光を当てたっていう、うん、だから使うべき料理を勝手にアレンジしましたではなくて、うん、使わない料理をそのまま持ってきたっていうコンセプトですね、うん、じゃあそういう文化ももちろん素晴らしいし、はい、あるし、うん、それが日常的に使われる地域もあるけれどってことですよね、うんうん、実際僕自身はそういう料理も作るんですけど、うん、まあ、今回78個しか載せないんだったら、うん、そういうのはちょっとそぎ落としてみようかなっていう、いやマジで本当になんかそこ の、 あの編集力みたいなところがわすごいなっていう、まあ、それはね編集者さんとかとの相談で出てきたコンセプトではありますけど、素晴らしいコンセプトだなと思います、うん、もう私の冷蔵庫にはねいつ買ったのかわからない豆板醤ですねありがちじゃんじゃんじゃんみたいな、なんか全部並んでてガチガチみたいな、うん、もうねありがちな現象、そうなんですよね、うん、あれいちいち出してきてねこう計量してとかやるのもまあ作るハードルを上げている一員なのかなと思いまして、うん、確かに、うん、あとなんかすごく特徴として興味深いなと思ったのがこの野菜をたっぷり食べられるっていうのが、うんうん、そうか中華で野菜そうかたっぷり食べられるのかみたいな、言われてみればそうかみたいなイメージもあったんですけど、そうですね、これもやっぱしつこいとかと相反するイメージだと思うんですけど、うん、まあ、中華の調理法の炒めるとか茹でるとか蒸すとかやると、まあ野菜のかさがギュッと減るんで、うん、まあ、例えば生野菜サラダとかよりはるかに多くの量が食べられる、うん、でまたそれをちょっとした油とかで、まあ、コクと香りを加えてやるだけで、うん、ちょっと信じられないぐらい食べられますよっていうのが僕が向こうで暮らしてた実感でもあるので、まあ、そこはぜひ紹介したいなと思ってました。なるほど、うん、いやそれで言うとちょっと具体的なレシピの話もお聞きしたいんですけれども、はい、例えばあの里芋のネギ油炒め、はいはい、あれも本当にこんなに里芋が食べられるんかっていう衝撃メニューですよね。そうなんですよ、うん、僕もあれ知った時は本当に感動して、うん、今まで実家から送られてもてあむし気味だった里芋は、うん、今後はいくらでも来いみたいな、うん、感じ、ね、俺が受けて立つみたいなそうそうそう、いや本当に止まらなくなりますね、うんうん、料理自体はすごいシンプルで、うんうん、ほとんど材料も使わないのにちょっとびっくりします、ね、これって本当にネギと、うん、青ネギと塩と油と里芋だけです、うんうん、あと水かなんか私結構その野菜を炒めるにあたってニンニクいらなくて味が成立するんだってところもまず結構、あ、そうか、なるほど、うん、思ってしまった。その野菜そのものに、はい、ニンニクの香りを加えたいときはまあニンニクを入れるんですけど、それを入れないケースもあるし、代わりに生姜を使うケースもあるし、この料理の場合でいうとその小ネギ青ネギの香りを生かすっていう、まあ、あの使いどころっていう感じになりますかね。やっぱりここでは油のなんか重要性みたいなのも考えさせられて、あのレシピを読んでると、あの油理想は菜種油っていうふうに書いてあって、すごいその理想はっていうところになんかちょっと強めの首都さんの意思を感じたんですけどささやかな主張のつもりではあったんですけど何かを感じ取ってしまったんですけど、これやっぱりその油で、しかもそれのどういう種類の油かっていうところまで含めて結構大事なポイントなんですか。あの本当に最初作る時あんまこだわらずに作ってほしいんですけど、やっぱり中国の人たち油を、まあ、たくさん使う料理体系ではあるので、その材料とかにも使い方にもものすごくこだわると。やっぱり地域性もあるんですね。この辺りは何油、この辺りは何油、例えば具体的には、あ、だから上海周辺のまさにこの里芋料理なんかを作ってのベースになっている料理は、あの菜種油を結構使うんですね。菜の花がわーっとこう育つ地域なんで、風景
で、あと例えば南の広東省とかに行くと、うん、ピーナッツ油の香りをなんかこう生かした料理が多くて、確かになんか最後にかける時がピーナッツ油だみたいな、うん、そうですね、広東の方だとなんかイメージあります、はい、で、あのピーナッツの香りがジャッと立つと、うん、僕は広東だなって思うわけですね、じゃあもう油の香りで地域まで見えてくるんですね、うん、あ、そうそう、だからある意味油は香りとコクを超える調味料でもあるっていうふうに僕は感じてますけど、調味料なのか、うんうん、確かにその視点ってなかったかもしれないな。どうしても日本って油だと悪者扱いされることも多くて、量を入れることにものすごくためらいが多いとか、油を選ぶときにそういう香りとかじゃなくて機能性で選んでしまったりって結構多いと思うんですけど、まあ、一定量の油は料理を美味しくするので、うんうんうん、そこはこだわってもいいんじゃないかななんて思ってますけど、なんかもう基本大さじ2杯ってイメージです、ショットさんの、うん、この 3,4 人の分量で炒めるんだったらまあそのくらいがちょうどいいかなって感じです、はい、私自身は結構自炊本当に苦手意識が強くて、うん、あの食いしん坊のくせにもう本当にとんだ低たらくなんですけど、いえいえいえ、かなりもう底辺料理人を自称してるんですけど、うん、これ本当に美味しくなんのかなみたいな感じで不安がありながら作ってたんですけど、うん、やっぱそのネギの香ばしさとか、うんうん、やっぱ焦がしたネギのあの美味しさとか、あと里芋のテクスチャーとか、うん、そのなんかシンプルな中にこそ、でこれ多分シンプルですよねって言われること多いと思うんですけど、うん、そのシンプルな中にこそ存在する複雑性によって生まれる美味みたいな、そうなんですよ、うん、あの本当に各要素を取り上げたらシンプルなんですけど、うんうん、それが合わさったことでもう満ち足りている、もうこれ以上足す必要がないからただシンプルになってるっていう、うんうん、料理になってると思うんですよね。なんかそこの美味までアクセスできるっていうことが、うん、やっぱりその調理もだし素材そのものへの解像度もやっぱ高めてくれるっていうこと自体がなんか体験としてすごい感動的だなっていうふうに思って、それは嬉しいですね、うん、いや本当なんかコンプレックスシンプリシティみたいな、うん、なんかそういう美意識みたいなのすごい人さんの本からは感じて、やっぱりこう異変中華っていうのをあの日々あの作るときって、これまでどうしてもその合わせ調味料文化というか、うん、うちにもなんか一袋しか使ってない麻婆豆腐の素とか、はい、なんか永遠にいるみたいな、うん、結構なりがちで、やっぱりそれがその味だよねっていう風に思っていた部分もあったなと思うんですけど、すごくわかりますね、うん、まあ、これは僕の感覚ですけれども、うん、これまでの日本での家での中華ってどうしてもレストランの料理をどう再現するかっていう視点だったと思うんですよ。だからレシピも結構複雑なものが多いし、あとそうやって外でも元を買ってきて再現するっていうような方向で商品も出来上がっていたり、でもまあ実際中国の家庭だとあんな元なんてまず使わないし、もうそれみたいな、それでお金取れるのみたいな、そう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 、もったいないって絶対言われますね、まあ、もっとシンプルなもので成り立ってることを知っていたので、まあ、ちょっとそっちの側面を自分はずっと作ってきたって感じですかね、うん、でも確かにそのやっぱ外食とかやっぱ中食とかがものすごくこう、うん、かつてに比べて身近になってきた中で、うん、なんかむしろ尊いのが家の味の方だみたいな逆転現象って今起きてるような気がして、はい、うん、私自身も例えばコロッケとかもこう家の味のコロッケっていうのが永遠の憧れで一番上にあるんですけど、なかなかそれって食べられないじゃないですか、まあ、コロッケはめんどくさいですよね、めんどくさい本当にめんどくさいし、うん、でじゃあ外で付加価値つけるよってなるとやっぱなんか肉が高級とか、うん、味付けが濃いとか、はいはい、やっぱ肉屋さんのコロッケとかすごい味濃いですし、うん、なんかいわゆるジャガイモの味がするコロッケとかってなかなか食べれない、本当の意味でのごちそうみたいな感じが、確かにもう想像上の食べ物みたいになっちゃいますよね、そう本当にそうなんです、想像上の食べ物みたいな感じであるところに、うん、ちょっとその味の世界観が近いというか、外で食べることができない家の味の尊さみたいなものをやっぱり今すごくそれが求められているっていうのが、うん、この四釣りの理由にもなっているのかなみたいな今おっしゃった味が濃いっていうのはまあ確かに僕も感じていて、やっぱり外食の料理というのは一口目から美味しいって思ってもらわないとなかなか受けづらいっていう部分があるので、どうしてもそうなると思うんですけど、まあ、家庭の料理は毎日食べ続けたいっていう方がまあ重要なので、まあ、そこでのコンセプトの違いなのかなと思いますね。確かにな、うん、一発目から美味しくなくて、うん、むしろ美味しさが食べる方にどんどん大きくなっていって、はい、いつまでも美味しい、そうじわじわと、だからいつまでも食べられるしたくさん食べられるみたいなのが、うん
まあ、自分の作りたい料理ではありますね。わめっちゃ素敵。でもそうですよね、うん、結果たくさん食べられる方が嬉しいですもんね。もともと自分も食いしん坊というか大食いなんでやっぱり美味しいものをたくさん食べたいっていう気持ちが常にありますね。美味しい時間がいつまでも続いてほしい、うんうん、そっか、そういう思いがこのレシピにつながるのか。それからこれですよね、はい、豚ひき肉の中華茶碗蒸し。表紙になってそう、はい、表紙になって、これもまさか自分が家で茶碗蒸しを作れるなんてっていう驚きがありました。でも分かりますね、うん、なんかさっきのコロッケじゃないですけど、うん、茶碗蒸しも心理的ハードルめっちゃ高いですよね。めっちゃ高いよ茶碗蒸しと思って、うん、だってそもそも出汁をね引かなきゃみたいなイメージもありますから。そうそうで中に入れる具をいろいろ用意して、そうそうそう、しかも姿立たないように温度管理してみたいな、結構ね大変ですよね。割烹みたいな、うんうん、でもこれはね違いますもんね。そうこれは僕も初めて知った時めちゃめちゃ驚いたんですけど、まあ、出すって卵溶いて下味つけたひき肉ぶち込んで蒸すだけじゃないですか、うん、言ってみれば本当にシンプルなのみんなマジ聞いてみたいな、うん、本当に簡単ですよね、うんうん、ねそれこそ出汁だなんだも全く入れないのに、うん、あこれでいいんだこんなに美味しくなるんだっていう感動があって、うん、でその感動がなんか今伝わってる感じがして嬉しいです。いや本当にその感動のリレーが、うん、今ね日本全国で起きているわけなんですけれども、あとあれですよね、これ蒸すっていう調理法結構このレシピでは重要なんだけれども、はい、実は私もう底辺だけになんとせいろなど持っていないんです。普通ないですよそんなの。あんまりないですよ。本当にいいですか、うん、と思いますけど、せいろなくても茶碗蒸し作れるんだっていう ね、 そうですね、感動がありました。実際僕も家でほとんどせいろ使わないので。嘘、うん、使わないです。でも蒸し料理たくさん出てくるけど、はい、蒸し鍋みたいななんかそういうの使うんですか。いやそれもなくて、まあうん、基本僕中華鍋でほとんどの料理全ての料理を作るんですけど、でもそれがなくても深めのフライパンさえあれば、そこにちょっとなんか網に足がついてるの台を置いて、うん、その上に容器乗せて蓋を するっていうだけで、まあ、結構蒸せちゃうんで。そう蒸せちゃう、うん、そうそうそう確かに原理は蒸しているよなみたいな感じで、うんうん、もうそんなんで作れちゃうんですよ、いやでもこの茶碗蒸しのレシピは、はい、最初がそのひき肉をぶち込むってやつなんですけど、はい、それ以外にもしらすをぶち込むとか、うんうん、あと貝柱ぶち込む、これはなかなか贅沢な味になります。これはやりたいわって思いました、うん、なんかでも高級な貝柱ってなんかどこの買えばいいのかちょっと分かんなくてどこだろうな。でもそんないいもの使わなくていいですよ。何でもいいんですか。ちゃんと戻してから入れれば美味しいです、でその戻し汁も入れるとその旨味がね全部に広がってとても美味しい。いや私今クリスマスに一番欲しいもの高級貝柱。サンタは認識してるんでしょうか。確かに干し貝柱星貝柱かみたいなね間違えてホタテ買ってきちゃうみたいなね。いやあともう一個私、はい、広東式レタスの湯引き、あ、はいはいはい、これもマジでシンプル。どんなお料理といえばいいでしょうか。もうレタスを、まあ、葉を外して数十秒茹でて、うんうん、そこに醤油だれをかけるだけっていう、うん、っていう料理ですよね。一言で言うとっていう料理ですよね。いやでもこれ本当に一発でレタス1/2、うんうん、もう秒で食べられますよね。一人でも全然余裕ですよね。全然食べられます。私家族で1個レタスボンって買ってきて半分に切って、なんか深夜24時くらいにそれぞれでなんか1/2ずつ食べて、なんかいきなりレタス丸ごと1個食べる民みたいな感じになって、まあ、でも深夜でもレタスですからね、罪悪感もないし。そうなんですよね。これ本当に広東省のさっと茹でるってこの広東料理の技法なんですけど、向こうのヤムチャレストランとか行くと、その天津のなんていうんですかね、箸休めじゃないけど、前の手みたいな感じでこういう野菜を一緒に頼むんですよ。すると粉物ばかりで胃が詰まりそうなところを野菜でっていう、なるほど、うまくバランスが取れるようになってますね。あ、じゃあやっぱりその天津の攻略法でいうと、うん、ちゃんと合いの手で野菜を挟めってところなんですかね。天津だけ頼むと帰ってたくさん食べられない。おなんかめちゃくちゃ真理ですね。本当ね、一時期もう4年間ぐらい毎週ヤムチャしてましたから、うわ、それで得た経験です。ヤムチャエキスパート好きでしたね。へ、うん、そっか、なるほど。
その他の底辺におすすめなレシピとかってもう別にそんな底辺っておっしゃらなくてもねでも全然本当料理始めたばかりの方に勧めたいレシピばかりだなと思ってるんですけど、多分一番簡単なのは、うん、あれ日本語なんて名前だったっけな、あ、小ネギの中華冷ややっこなんですけどまさか冷ややっこにネギを乗せたものがレシピ化されるなんて、ね、こんなんでいいのかなと思ったんですけど、実際日本には思わず醤油かけちゃうし、それを塩とごま油と青ネギだけで食べさせるっていうのが僕も初めて食べた時結構驚いたんですね。醤油の香りとかを入れないからこそ、まあ、なんかこうネギとか大豆の香りがね十分に味わえるっていう、またシンプルな中の複雑性に気づける味ですね。そうですね、一つだけ注意があって、これぐちゃぐちゃに本当に原型とどめないぐらいに混ぜてから食べると一番美味しい。あ、そうなんだ、はい、これ重要情報ですね、はい、まあ、でも私すごい分かるって言っていいのか分からないんですけど、はい、私例えば揚げ出し豆腐とかをご飯の上に乗せて、もうぐちゃぐちゃにして、本当もうなんかすごい勢いでぐちゃぐちゃにして食べるのが好きで、それをなんかあの子供の頃に、なんだろうな、なんかあの学校の家族会みたいな感じで、なんかいろんな家族の人がいる中で、なんか和食の料理屋さんに行った時に、私がおもむろに揚げ出し豆腐をご飯に入れてぐちゃぐちゃにして食べたら、平野さんの娘さんは本当に面白い食べ方するわねみたいなこと言われて、後でお母さんにちょっとあれは家以外ではやめてみたいなこと言われたんですけど、まあね、そういう人様の目とか気にしちゃうとそうなりますけど、美味しさはなんかすごい想像つくし分かりますね。やっぱ豆腐ぐちゃぐちゃに限りますよね、絶対美味しいと思いますね。しかもそこに油の衣も混じったら絶対美味しい。そうですよね、いやじゃあちょっとこれから堂々と豆腐をぐちゃぐちゃにしていく、首都さんも言ってましたみたいな感じで、これはしなかったら逆にダメですダメです、ダメ、逆にあの豆腐に失礼ということで、はい、ありがとうございます。あと他にあの首都さん的にこの料理たちをこうどういう風に美味しくあの作るコツみたいなものって何かあったら教えてほしいなと思うんですけど、まあ、そのお店で出すプロの料理ではないので、まあ、家庭料理でそれぞれの好みに合わせた仕上がりに結果的になればいいと思ってるので、あんまりこうこうしてくださいとかいうのはないんですけど、さっきのその、いや今めっちゃぐちゃぐちゃにしてほしいってまあ そ, それは美味しいからその方がそう伝えてほしい、そういうのだ、そういうアドバイス、この本はねそういうアドバイスが至るところに散りばめられてるのでマジで隅々まで読んでほしいですよね。でも何でしょうね、作る方にとっては知らない料理であることが多いと思うので、最初の1回だけは一応騙されたと思って書いてある通りに作っていただいて、まあ、それで味見をして、まあ、もうちょっとこういう方がいいとかいうアレンジを自由にしていただくっていう風にしてほしい。なるほど、最初はそのままで味見をするっていうのをちょっとお願いしたい。なるほど、最初はあれこれ足さずに作ってみると。そうですね、私はあのそれで言うとスープをちょっとマスターしたいなって思っていて。すごい簡単ですよ。本当ですか、はい、私この間クレソンと牛肉のスープを作ったら、多分私分量間違えてたのか知らないんですけど、はい、なんか私牛肉が多かったんで、はい、全部 1.5 倍で作ったら多分水が多すぎてってちょっとバカすぎますよね。お湯やんってなって、これはね、しかも元々のレシピでただ 3,4 人ぐらいの調整にしてるので、そうか、すごいタプタプになったんじゃないですか。すごいタプタプになってしまってこれはどうしたらいいんだって言ってお湯を飲みました。そうです、ちょっとね今時 3,4 人分の分量のレシピ本ってどうなんだっていうのもあるんですけど、いやいやいや、でも一気にペロッと食べれちゃいますよ本当にこれ。そうちょっとスープ、その鶏ガラスープを入れないスープってめっちゃかっこいいなと思ってて、ここに出てくるやつ全部そうじゃないですか。そうですね、それで全然成立するんじゃないかなと思っていて、あのちょっと一回それでお試しいただきたいっていう感じですね。わかりました、ちょっとあの頑張って美味しさ引き出してみせますでもスープって本当材料入れて煮るだけなんで、あの失敗確率他より全然低いと思います。おかしいな
なんで私あんなお湯になっちゃった。私別に薄味が苦手とかいうタイプではなくて、はいはい、全然あの塩味少なくてもいけるんですけど、マジで多分お湯を入れすぎて。そうですね、スープの場合はやっぱり分量比で水多くしちゃうとどうしても薄くなっちゃうから、うんうん、マジで当たり前のことをショトさんに言わせている。いやいやいや、とんでもないです。辛い。どんどん辛くなってきた。でもまた作ってみてください。あれ、はい、あのクレソンたっぷり食べれて美味しいですよね。いや、そう、クレソンドサっていうのも、うん、なんか割と西洋料理だとフレッシュな状態で付け合わせみたいなイメージも強いですけど、はい、うん、あの中国だともうドサッと火を通して食べたりってするんですか？これはね、広東省の方ではすごいよく食べるんですけど、うん、本当日本人の一生分のクレソンを一食で彼ら食うんじゃないかなっていうぐらい、本当にこんな量で売ってますからね。今なんかあのボーリング玉みたいな感じのくらいのサイズ感で今示してくださったんです。そう、それを皆さん買ってって、スープにしたり炒め物にしたり、まあ、本当にワシャワシャ食べるんですね。ワシャワシャ、それで言うと私今憧れのワシャワシャ食べは、はい、ミントのスープですね。 あれもそうですね。日本だとなんかアイスクリームの上に乗ってる人みたいな感じですけど、あれもクレソン並みにわしゃわしゃ食べます。ミントはどの地域ですか？雲南省で僕は出会いましたね。そこが多いんじゃないかなと思います。確かになんか最近雲南省風のミントソースみたいなたまに出会えます。本当にそれはすごい、はい、あ、本当ですか？ついに日本までなんかちょっと今入ってきてますよ。そうですね、はい、すごい牽引してるかもしれない。いやでもあのね、香りがすごい爽やかで料理にも合うんだなと思わせますよね。ちょっとね、ハーブ類日本のスーパーで買うと高いですけど、うん、ちょっとあの奮発して皆さん、はい、そうですね、わしゃわしゃと、ね、家の田んぼに畑に生えてるとかいう人が一番羨ましいですね。羨ましいですよね、うん、私もあのもうディルを買わなくていい家に住むっていうのがなんか自分の人生の憧れの一つであったりはします。確かに、うん、僕ベランダで育ててます。あ、何育て、ディルやっぱ育ててるんですか？育てます、ね、何育ててるんですか？今ディルとシャンツァイ、うん、アパクチーと、まあ、ローズマリーかな。憧れの家、でも下手くそなんでよく枯らします。あれみたいな、あれみたいな、ね、ヤシトさんのお家も気になるな。多分お酒の亀とかもたくさんありそうですもんね。そうですね、酒だけはちょっと引くぐらいあると思います。引くぐらいある。やっぱ中国のお酒が多いんですか？いや、あの酒に関しては全般的に愛しているので。あ、なるほど、うん、まあ、中華で言ったら紹興酒の亀がこんなのが家にあって、いや 今亀のサイズ見せてくれてますけど、なんだろう、はい、なんか湯婆婆の顔くらいあった。今そうです、ね、23リットル入りの亀です、ね、23リットルの亀、うんうん、え、それ運んでくる人腰の骨大丈夫だったの？これがね、うん、通販で買えるんですよ。これが持ってきてくれましたけど、日本も便利になったなと思いますけどね。流通の恩恵を、はい、本当にすごいな、お人さんの家は本当に夢の家なのかな。どうしようもない家です、本当に。味な副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回は手軽あっさり毎日食べたい新しい家中華の著者で中華料理愛好家のシュトさんにお話を伺いました。シュトさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。もうなんかお腹が空いて空いて仕方ないトークでした。いやいや、よかったです。いや、はい、今夜なんですけど、今夜なんか何作られるとかありますか？いや、今日は外で飲みます。大事ですね、はい、ちょっとシュトさんの飲みアドレスも気になるところではありますけれども、いやいやいや、あのちょっと次回はですね、シュトさんが中国で出会った素晴らしいお料理とか、この本が生まれるに至るまでのこのエピソードゼロを、はい、うん、ぜひお聞きしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、引き続きどうぞよろしくお願いします。そして引き続き味な副音声では、味なフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しています。ぜひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味な副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そして味な副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味な副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あ、お腹すいた。